はい、今からですね、今塚口に来てるんですけどね、今阪急のね、まだちょっと電車が多分通ると思うんやけどね、ほら、あれ今阪急の、伊丹線ですね、伊丹の方向に向かっていくね、阪急電車ですわ。これね、阪急の塚口駅から、一つ目のね、踏切渡ったとこにおちょぼさんですね。これおちょぼさん、ここまたね、すごい穴場ですよ。これ結構路地のね、狭い道なんですよ。この道を道沿いにね、これあるんですよ。これすごいおちょぼさん、なんかいいでしょうね。雰囲気めちゃくちゃいいと思いますよ。今からちょっとおちょぼさん入って飲みますわ。では行ってきますね。今ですね、おちょぼさんに入ってきましたけどね、撮影許可もいただきましたよ。これめちゃくちゃなんかすごいね、美味しそうな惣菜が並んでてね、いいでしょう。まずはですね、ハイボールをいただきたいと思います。これが430円ですね。ヒゲのハイボールからいただきたいと思います。美味しい。で、ここはね、ママさん一人でやられてるんですけど、なんかね、おちょぼっていう立ち飲みですけどね、ママさん割烹着着られてすごいね、べっぴんさんですわ。じゃ、これ人気あるの分かりますわ。昼の1時から営業されてるんですよね、おちょぼさん。もしよかったら皆さんちょっとここ来てください。なんかね、ほんまにね、塚口ね、結構暑いですね。今日初めて塚口来たんですけど、激アツ地区だと思いましたね。うん、でね、あてはね、ひじきの炊いたやつと、あと糸こんにゃくのなんちゃらかんちゃら、もう忘れちゃってるんで、またテロップ後で入れますんで、はい、こちらですね、糸こんにゃくの明太子和えですよ。結構ね、ここね、ボリューミーなんですよね。ボリューミーよ。ちょっといただきます。誰がいいや、うまっ。うん、なんか優しい味付けでね、三つ葉かな、なんか入ってて、香りも良くてね、明太子とこの糸こんにゃくで絶妙な、味やね。美味しいわ。これは食べやすいし、またお腹にもたまらへんと思うんですね。ヘルシーですわ。やっぱりね、こういうね、和食材、和惣菜っていうのがあると嬉しいですよね。うん、ここいいお店発見しましたわ。ちょっと分かりにくい場所ですよ。うん、ちょっと分かりにくいけども、発見できたら最高の店ですわ。ちょぼ、おちょぼさん。うん、次にですね、ひじきいただきます。これも結構山盛りや。こうなんか全体的に山盛りやわね。大盛りいただきます。うまっ。うん、ちょっと濃いめの味付けで、薄揚げとひじきをなんか じっくり煮込んだような感じで美味しい。ね、あ、最高。こちらのお店の営業時間はですね、昼の1時13時から夜の22時までですね、22時10時までということでね、お休みはね、日曜日祝日ですけども、月に2回ぐらいは土曜日休まれるということで、だから平日ですね、平日来ることをお勧めしますね。まあ、土曜日はちょっとね、月2回どこで休むか分からへんから、もしね、来られてもね、あれなんで、月曜日から金曜日の間に来ると安心じゃないでしょうかね、と思います。はい、で、料理も美味しいしね、割烹着着てる、おかみさんがね、なんか雰囲気がいいんですよ、また。うん、で、人気分かりますわ。ここね、山寺がね、一発で気に入った、立ち飲みですわ。分かるでしょ、まだね、今3時ですよ。3時半かな。で、結構にぎやかに、結構こう、ほら、皆さんこうワイワイね、和気あいあいワイワイしてるお店なんですよね。なかなかね、阪急の塚口のいいお店がよくあるなと思いましたんでね、これからちょっとね、阪急の塚口ね、また攻めていきたいと思います。うん、もういろんなね、行ったことないところ攻めていきますよ、これから。こちらですね、海立て卵のだし巻きです。
もうほら今焼きたてでねいただくんですけども、めちゃくちゃプルプルでうまそうですね。だしがこれなんかにじみ出そうな感じで、ちょっといただきますよ。うまい。こう白だしがね結構効いてるような感じで美味しいわ。なんていうのかな、ほんまにねだしっていう感じ、うまい。これはもうハイボールよりか焼酎いかなかんちゃうかなこれ思うわ、うん、ハイボールこれ一杯で終えときますわ、うん、この後焼酎に移ります。面白くない、逆に言うとうまい。こちらですねカス汁ですよ、なんか具だくさんなカス汁でね、ちょっとだけ結構いっぱいほら、ね、ありますよね具がね。ちょっといただきますわ。ちょっとこの一味をねパラパラとしましょうか。これね、八幡屋磯五郎さんの一味ですね、まあ、よく見るやつですけどね、ちょっとこういった感じでいただきます。いただきます。これもなんかねライトな感じのちょっと甘めのねあの味がするね、あの酒かすの、あのかす汁です。でもねしっかりね酒の味がします。酒かすのちょっとねパンチがある酒かすですわ。美味しい。あの一瞬こうサラッとしてるんやけど結構お酒ってきますね、うん、うまい。そしてですね2杯目はですね白玉のつゆ、これあの芋焼酎ですわ、うん、いただきます。あここじゃ待って、ちょ今飲んだけどさ水割り言うたんやけど結構濃いよ濃い。これ山寺の好きなタイプけど濃いわ。これうまいけどさ、これまた酔うやん、これ酔うパターンやね。でこれとまたひじきが合うんですよ。これとひじきっていうのはこのちょっとね濃いめの味付けのひじきが絶対合うよ。うんうん、ま、全然辛いとか言うの、ちょっと今度あのかす汁の具をねちょっといただきましょう。これやっぱりねうまいうまい、奥が深いわ。だからなんかかす汁とこの焼酎が合うわ、うまい。まあ、かす汁ってほらかすは日本酒やね、日本酒やのに焼酎でっていうのはちょっと面白いけどね。でもうまいわ、これはいけるな、いける、うん、ほんまに濃いよここ焼酎の水割りは、うん、多分6473ぐらいちゃうかな、もうそれぐらい濃いような感じがする。美味しいけどね、うん、まあ、最高ですわ、とにかく最高しか言いません、うん。今ですねおちょぼさんで飲んできました。ここはいいわ。あの割烹着のねママさんがね結構ねやばいっすわ。割烹着のママさんがねすごいいい雰囲気出しててね、でまた料理が美味しい、もうええ料理があってね、もうここはね手作りのあの 和惣菜っていうの、和食やね、和食めちゃくちゃ美味しかったということです、ね、もしよろしければですね山寺の YouTube のチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。いつもね山寺の YouTube 見ていただいている視聴者の方々本当にありがとうございます、感謝いたします。お疲れ様でした。ではではでは。